典型的なノーティカルスター海図において地理上のマキタを表示するノーティカルスター。ノーティカルスターの入れ墨の例。ノーティカルスターは星型の記号で特に海図などに用いられるものであり、ユニコードの文字セットにも含まれている。5つの角がある星型が明るい部分と影の部分が描き分けられており、立体的に見える効果が施されている。ノーティカルスターの起源は、 はっきりしていない。その形状から、航海者たちにとって、方角を知る手がかりであった北極星と関わるものと思われる。方位角を知る手立てとしての北極星は、船乗りたちが何世紀にもわたって後方に用いてきたものである。現代の海図は、ノーティカルスターを地理上の北の方位を表示する記号として用い、羅針図に二重に描かれた同心円の外側に、これを描いている。 アメリカ合衆国の国立測地測量局は1900年頃からノーティカルスターをラシンズで使用していた。この記号はユニコードの文字セットに含まれている。装飾記号のブロックにおいて U プラス 272F と位置づけられ、英語ではピンホイールスター、ドイツ語ではファンフザケージコンパスローズと称されている。このあたりの一連の記号は1978年に ヘルマン・ザップがデザインした ITC ザプディングバッツと称されるもので1985年にスティーブ・ジョブズがレーザーライターの標準フォントとして採用したことを契機に以降非常に高い人気を集めた。ノーティカルスターは入れ墨の基本的な衣装の一つとしても用いられる。もともとこのモチーフは北極星の導きで船乗りが無事帰郷できたことを祝う象徴であったが 人生の意義を見出すといった意味も表すようになった。この衣装は、しばしば、有名な堀市であったセーラーチェリーが広めたものとされる。ありがとうございます。